お名前をお願いします。ノエルです。ファッションとか化粧とか得意だと思う。人の髪の毛いじる、こんにちは、ひらです。好きな食べ物は何ですか？梅干し。梅干し、目標はなんか可愛くなるですね。ポイントは、はい、ね、アイシャドウとか。ほぼ初の化粧。眉毛以外上手。眉毛以外。眉毛さん。皆さんどうもこんばんは。みなとファミリーのノエルです。キララです。イエイ。今日は何をやるかと言いますと、作品のコスメで化粧をしてみた。これ100均で全部買ってきたわけだね。とりあえず一通り2人分の一通りだけど、すごい安かった。さすが100均。キララはお化粧普段するの？遊びに行くとき、ほぼしたことない。普段したことないから、ちょっと揃えてみました。おー、ノエルは普段お化粧するの？で、遊びに行くときとかは結構します。じゃあ、キララに教えてあげる感じかな。では、スタート。じゃあ、まず洗顔をしてきました。これは100均で買った化粧水を使います。大豆イソフラーボンの持ち肌化粧水。結構トロトロしてるかもしれない。うん、ちょっと乾いてきたら、ニベアで洗顔保湿を。化粧してるの？そう。こっちは化粧。目標とかはあんの？目標？目標は、なんか可愛くなるですね。じゃあこれ全部100均？下地とかファンデーションとか。ノエルはエスポルール化粧下地ピンクを使いたいと思います。キラは BB フェイスクリーム、これかな。これ使います。基本的に下地はピンクを使います。グラムのファンデーションブラシで目を広げたいと思います。なんか真剣な顔。この後どうするの？今日勉強するから。ベント化粧勉強したの。これも100均で買ったポーチです。キラボどっちも見る。かわいい。次はエスポルールプレストパウダーラベンダーパウダーフェイスパウダー。ルアーグラムのパールフェイスパウダーを塗っていきます。これかな。ルアーグラムのパウダーブラシ使っていきます。今度はディズニーのパウダーブラシを使っていきます。すっごい。こっちあれだね。こんな感じ。次は眉毛。眉毛一緒かな。アイブロウペンシル、明るいブラウンとダークブラウン。初挑戦アイブロウペンシル。これ見ないの？これじゃない。違う種類のじゃないかな。違う。なんか眉毛は基本適当です。キララ太くなってきたね。どれ、うん、そんな周りにやんなくていいんだよ。後でぼかせるから。いつまでたってもうまく描けない。そう
よ。濃かったら反対側でこうシャッシャってやれば薄くなると。こっちもできや。なんか面白い雪や。今と見た。そういうことを言わないの。そういうことを言わないの。どう、レント？いいんじゃない。細すぎ。うん、いい感じだもん。次は、マイルは髪の毛を染めてるので、アイブロウマスカラのゴールドブラウンを使っていきます。キララはね、うん、キララはだって髪黒くなる。まあ、使ってね。こういう、あ、ゆずが、ごめん。マスター、結構なんかべったりついちゃう。ノエルが下手くそだからかな。まあ前髪があるから。ないよ、もう前髪があるからで。すむ、すべてが。次は、何にしようかな。スフレチークのプラムレッドっていうカラー。何その顔。結構こういう感じでなんかクリームチーク、うん、柔らかいで、いくらもやってみて、あんま手にこれぐらいついてつけて、これがいいなと思ったら忘れたし。チーク終わりました。はい、こんな感じです。結構血色感って感じで、こんな感じ。うん、アイシャドウをやりたいと思います。まずはスピンズの三色アイシャドウゴールドっていうのを使いました。キラはね、BJT アイシャドウゴールドベージュっていうの。ユーアーグラムのアイシャドウブラシ。B。てか、手で塗るタイプなんだよな、最初の全体。塗れたら、この真ん中の色を、アイブロウに塗ります。なんでみんな二重がいいの？それは人それぞれだと思うけどね。うん、二重が可愛いと思うからっていう人もいるし、別に一重の方が可愛いっていう人もいるし。で、ちょっと涙袋をノエルは結構、うん、自分の化粧の中で大事にして、なんかアイブロウペンシルで影描いてるもの。これ結構いい、このアイブロウペンシルで影描く。眉毛のやつ？そう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 。で、影が描けたら、ママ、明るい色で、ママ、ママ、涙袋を強調させたい。下の白目で後ろの3分の1を茶色でちょっと垂れ目。アイシャドウも味がないから、うん、この濃い色でアイシャドウ濃く。アイシャドウ下手くそすぎてさ。次はマスカラします。スピンズのカラーマスカラダークブラウンを使います。マスカラ？ユーアーグラムのマスカラを使います。あと目がね、茶色いとは言われるかも、たまに。だからマスカラもなんか茶色っぽい色素薄い系を目指してこれは前に100均で買ったビューラーを使います。ちょっと待って、一緒にみかんだね。大ピカット。ゆうちゃん、こっちゃん、れんちゃん、ひーちゃん、やえちゃん、みかん食べる。えでもー。じゃあ抜いてあげるね。下もつけた。なんで下をつけない？下つけるとなんで。じゃあ最後の仕上げに。リップ
ナイルはグロス、ユーアグラムのシアーリップグロス使います。キラーはティントバンジローっていうのを使います。おもちゃ片付けよう。そこが下の片付けよう。結構薄付きだ。どう？かわいい。前髪がすごい。どうですか？前髪がすごい。触らないよ。完成しました。あ、前髪がすごいことあったね。縛った方がいいや。終わりました。はい、じゃあノエルさん。ポイントは、はい、ね、アイシャドウとか、マスカラとか、涙袋とか、なんか眉毛のアイブロウペンシルで涙袋を描いてみたら結構良かった。おすすめ。あ、そうなん。結構良かった。結構影っぽくて。はい、キララさんはどうですか？まあ、ほぼ初の化粧あんまうまくいかなかった。あんまりうまくいかなかった。え、でも眉毛以外上手。眉毛以外、眉毛さ、眉毛はやんなくてもいいかもしれない。まつ毛いい感じ。長いアピールが。まあはナチュラルメイクが好きだから、それぐらい。いいと思います。終わります。女子力アップだね。目標は可愛くなるですね。皆さん、またね。次回また会いましょう。お会いしましょう。